ありがとうございました。さあここからは原宿駅前コレクションでございます。皆さん今日も期待してくださいね。スタート。原宿乙女、まずは峰ゆうきちゃん、フラトップス、ライン入りシャツ、ジップスカパン、すべてバットスターです。バットスターのお店は渋谷109の地下1階にございます。そんな繰り返しで忘れかけてた We got a dance and music そこれだけで続いては東平ちゃん、写真プリント T シャツ、ロングカーディガン、チェックガラスカパン、ロゴ入りチョーカー、すべてバックストアです。続いては中田ひな子ちゃん、 V ネックシャギートップス、ロゴ入りサテンワイドパンツ、キャップ、ロゴ入りショーカー、すべてバットストアです。さあ続いては無茶ぶりのお題に答えてもらいましょう。無茶ぶりファッションショースタートです。ハライキステージ S、 まずは伊藤きりちゃん、牧野まりんちゃんです。伊藤きりちゃんは小花柄ワンピース、レザーベルト、すべてハニーシナモンです。牧野まりんちゃんはホワイトチュールワンピース、ハニーシナモンです。ハニーシナモンのお店は渋谷109の7階にございます。止まらない感じるこの予感ははい、お二人こんばんは。こんばんは。いいですね、今日の衣装。キリちゃんどうですか。今日はちょっとラブリーな感じでね。いいでしょう、かわいらしい。マリンちゃんいかがですか。真っ白でね、素敵な。あー回っちゃいました、ありがとうございます。テンション上がってますね、いいですね。さあそれでは参りましょう。お二人へのお題こちらです。ズドン。とっても偉い人のズボンのチャックが開いているのを発見。その人を怒らせないようにうまく気づかせてくださいということでございます。マリンちゃんからいきましょうか。はい、さあそれでは参りましょう。はい、それではうまく気づかない、もう上手に気づかせてくださいね。はい、参ります。3219。あーそうですよね。あ、すいません。ジャクション。ジャクション。ジャクション ね、 いいね、新しいね。いいですね、さりげなくね。新しい、いい、ジャック、あ、ジャック俺開いてるかってなりますよね。ジャクション。ジャクション、ありがとうございます。確認するね、確認。さあ、キリちゃんも上手に気づかせてください。はい、それでは、3、2、1、9。ちょっと、チャック開いてますよ。変態さん。ストレート。ありがとう、大きな拍手どうぞ。変態さんとね、もうストレートにね。ありがとうございます。キリちゃんとマリンちゃんでございました。さあ続いてこのお二人。続いては染野里奈ちゃん、田谷奈々子ちゃんです。染野里奈ちゃんはフリローショルトプス、ハニーシナモン、ベルト付きワイドパンツ、ディングです。田谷奈々子ちゃんはテディベアプリントロングティー、チュールスカート、すべてハニーシナモンです。はい、お二人こんばんは。こんばんは。りなちゃんいいですね、はい、もうなんか大人って感じで。誰がどうですか、着てみて。いや全身ベージュですよ。見たらわかるんですよ。着てる人の感想だったのか。いや、あたやちゃんもいいですね。はい、下ひらひらのレースもね、ね、ありがとうございます。さあそれではお二人にも同じお題でございます。とっても偉い人のチャックが開いています。まず気を使ってね、上手に教えてあげてください。じゃありなちゃんからいきましょう。参ります。それでは上手に気づかせるまで3、2、1、9。チャックゲッツみたいな言い方で、チャック開いてるのをゲッツってことですね。気づけよってことですね。ああ、一番いい、シンプルでいいですよ。さあタヤちゃん行きましょう。上手に気づかせてください。3、2、1、9。社会の窓が開いてます。社会の窓、いいですね。死語ですけどね。お二人大きな拍手どうぞ。
社会の窓、いいですね、ありがとうございました。ゼロから一から宇宙の果てまで照らし出す。さあ続いてはふわふわメンバーもいきましょう。ふわふわ、まずは岩崎遥ちゃん、中野あゆみちゃんです。岩崎遥ちゃんはシャツ、ライン入りニットベスト、リボンタイ、チェックスカート、ハイソックス、エンブレム付きジャケット、すべてコンポーネントジュニアです。中野あゆみちゃんはレース入りブラウス、リボンタイ、チェックスカート、ニーハイソックス、エンブレム付きジャケット、すべてコンポーネントジュニアです。コンポーネントジュニアのお店は新宿高島屋の9階にございます。はい、はい、どうも。さあ MC のお二人への無茶ぶりは変わります。お題こちら、ズドン。あなたのお母さんがよく言うセリフをお母さんのモノマネをしながら言ってくださいという無茶ぶりでございます。これはもう自信ありますね。お母さんイメージすればね、いつも言われてることを言えばいいわけですから。いきますよ。じゃああゆみちゃんからいきましょう。はい、さああなたのお母さんがよく言うセリフモノマネしながら言ってください。3、2、1、9。あんた部屋の片付けしたの？ちょっと軽い感じで言われるんですね。ちょっと似てるかもしれない。あ、ちょっと軽い感じでね、うん、あとちゃんとしたろみたいな感じで。してるみたいな。いいですね。僕にはわからないんですけど、お母さん見たことない。さあ、はるかちゃんも行きますよ。はい。お母さんのモノマネをしながらよく言うセリフまで。3、2、1、9。私はそんな子、そんな子に育てた覚えはありません。なるほど。お母さんよく噛む人なんですね。あ、違う。それモノマネ。私が噛んだ。あ、今のはそうなんです。ママ、もっと怖い。もっと怖いんだ。なるほど。でもね、リアリティありがとうございました。大きな拍手をどうぞ。今日は MC としてもね、活躍してるお二人でございます。ありがとうございますね。お母さんのモノマネリアルにやってくれました。ちなみにお母さんと一緒の歌のお兄さんは9年間勤めて卒業するそうです。ありがとうございました。さあ続いてこのお二人、続いては平塚ひなちゃん、吉沢瑠璃香ちゃんです。平塚ひなちゃんはストライプシャツ、ライン入りニット、エンブレム付きストライプジャケット、すべてメゾピアノです。メゾピアノのお店は新宿高島屋の9階にございます。吉沢瑠璃香ちゃんはレースブラウス、リボンタイ、ハイウエストショートパンツ、ストライプジャケット、ハイソックス、すべてリンジーです。リンジーのお店は新宿小田急百貨店の9階にございます。はい、お二人こんばんは。いいですね。どうですか、来てみて。ひなちゃん、懐かしいです。懐かしい、どういうことですか？え、あの卒業式、うん、小学校の時にこんな感じの着たんで。あ、そうなんですね。いや、もう本当に似合ってますよね。普段やっぱこういう格好はしないですか？しないです。シフトとかではね。でもストライプもね、似合ってて。ロリカちゃんは？え、新鮮。やっぱ新鮮ですか？はい、新鮮です。これはスカートじゃないですもんね。ズボンです。ズボンですもんね。いや、可愛らしいですね。ありがとうございます。さあ、お題は一緒なんですが、お母さんによく、どうですかひなちゃん、言われたりします？モノマネって言われてもよく言うセリフ。ああ、あります。あ、あるんですね。はい。お母さん優しいですか？うるさいです。なんか私よりも賑やか。すごい。了解です。わかりましょう。それではお母さんのモノマネをしながら、お母さんがよく言う言葉までひなちゃんいきますよ。3、2、1、9。ねえねえ、ひなちゃん、遊ぼ。あ、いいですね。お母さんと何して遊ぶんですか、ちなみに。なんか宿題をしてるのに、うん、こう構ってくるのか、なるほど、遊ぼって言って。普通で、ね、宿題しなさいって言うと思ったら、遊ぼと邪魔してくるという。ありがとうございます。さあ、ルリカちゃん行きましょう。はい、お母さんのモノマネしながら、お母さんがよく言うセリフまで。3、2、1、9。ほら、早く洋服片付けて。ああ、いいです。リアリティやりますよ。はい、遊ぼうよりはね、リアリティから。お二人に大きな拍手をどうぞ。ありがとうございました。今度はね、皆さんのお母さんでこちらのファッションショーもやりたいですね。ありがとうございます。安田瑠璃香ちゃん、そして平塚ひなちゃんでした。ありがとうございました。さあ、ということで原宿駅前コレクションでした。続いては何でしょうか。あゆみちゃん、はるかちゃん。